さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回もですね、フィルバ16実況をやっていきましょう。今回はポーツマスで、ポーツマスでございます。今回は、ちょっと待ってよ、前回は引き分けてしまって、今回はですね、ダンディ FC 戦でございます。どこのチームでしょうか。一回も勝ってないね。なのでまあここはしっかり勝ち点3をね取らなければいけない場面でございます。でちょっとチーム編成なんですが、前回ダイヤモンド型やったんだけど、あんまりね正直良くなかったんだよね、俺的にはね。やっぱり俺ね3トップがいいんだよな、どうしても。なんかいい、なんかいいのないかな。フラットな433、これいいかもしれないな。あ、これちょっといってみるか。これでいってみます今日。はい、あ違う違う、間違えた。やっぱそこに入ってきちゃうか。61だもんな。全然いないな、いい選手が。名前同じじゃねえこの人ら。似てるな。はいはいはい。はい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 。なるほどなるほど。なるほどなるほど。なるほどね。いやー迷うね。これ66だね。ポテト、一応この辺でちょっと行ってみます。今回はこのフォーメーションで行ってみたいと思います。現在のちょっとあれか、似てみとくか。ここがもういきなり開幕がここにありますからね。よっしゃ行こう。いやー勝てるかな。うん、変えることもなくこのままでいいや。よし行こう。ダンディ FC 戦、国よく見ようね、どこの国のチームか。やっぱね株ばっかだからね、知らないところはちょっと僕多いですね。あんまりちょっと株までは見切れてないので。いや今通ったでしょ。よし行こう。あーまたここが。スコットランド、スコットランド。なるほどね。またこれパリ・サンジェルマンのホームですね。入場のシーンが毎回ねんだよな。よし行くぞ。私たち青のユニフォームでございますね。いやー勝とう。しっかり勝ち点3を。そうそうそう、いいよいいよ、うまいうまい。そういうとこうまいんだから。そういうとこもさ、細かいとこ、よっしゃ空いてるね。細かいとこうまいよ。自信持っていこう、自信を持って。いやー今惜しかったね。うわーくっそ出ろ。全体的に遅いんだよねサッカーがね。カブだからかなんか知んないけど、ほらもうこれも雑だね本当に。こういうところはやっぱ弱いっていうことなんだろうな。だからしっかりとね、これは我々の今までのねドルトムント2年間やってきました。今3年目もやってますけれども、ドルトムントでこう鍛えられてきたあれをね見せるときだよね。いやー上がったな今の人な。あファール、今のファールじゃない、押しただろう、肩でいったからってこと。そんなんで許されると思うなよ。あー今ね残っちゃったねコマンド、くっそ。ここでキーパーへ戻す。ダメか。いやーくっそ、戻すしかないということでしょう。あー厳しいな。 OK。 あーダメか、大丈夫。オッケー。いやー細かいところは取られちゃうな、なんでだ。なんで取れない。ナイスナイス。中でのクリアダメ、危ない、気をつけて。よし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 。オッケーオッケーオッケー、いくぞいくぞいくぞ。オッケー、よし。あーくそ、ボールはキーパーの手の中へ。おい、ナイス。ここで抜けたのは大きい。どうか。あー、ダメか。よっしゃ、また受ける、ナイス。いやー、浮いたー、ちょっと強くついた。やっちまったなー、これはやっちまった。いやーちょっとね、まあ人もいたっていうのはあるけどね。いやー勝たなきゃダメだよ、引き分けダメ、許されない、マジ。
いやでも本当にトーナメント戦ってのは厳しいもんだね。厳しいもんがあるよ、なんか。でもいいよいいよ、全然ね、あれ、なんていうんですか、なんていうんですか、わあ、もう何言おうとしたか忘れちゃった。もういいや。とりあえずまあ調子がいいってことですね。ちょっと攻められてるってことだよね。何言おうとしたか忘れちゃったよ、もう本当。よっしゃ、オッケー、完璧よ、完璧、素晴らしい、いいよ。おー、今よかったなー。よく耐え、一回耐えたのかな、一回。誰だろうね、今決めたの。名前覚えとこうね、しっかりね。斜めパスで、いや、耐えてないか、普通にゴールか。いやー、よく頑張った、よく頑張った。これは高いよ、評価高いよ、これは。これは評価高いよ。23番、君誰だ？あ、これ、あれだね、背番号もいじっていこうかな。ベナトでいいのかな、この人は。いやー、ナイスナイス。初ゴールじゃないの？初ゴールだね。いいよ、結果残して、素晴らしいよ。よっしゃ。あー、オーケー。ここで攻守が入れ替わります。オーケー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 。いやー、今のチープだったな、くっそ。気を抜けません。いやー、くそ。落ち着け、落ち着け。いやー。オッケー。もったいない形でボールを渡してしまいました。よっしゃ。ああ。キーパーに戻します。うう。前に行かせない。ナイス。ああ。ボールがお、ナイ中盤ス。でカットされました。ベネット。オッケーだけど、オッケーだけど、うーん、その後だな。いや、でもいいよ。攻められてる、攻められてる。前線にどんどん行けてる。フィニッシュこそもいけないものの、まだまだでもいけてる方でしょ。いいタックいいル方だ。だよ、いい方だボールよ。キープしました。危ない、危ない、ないでてる。よっしゃ。うまい棒。スローインはポーツマス。オッケー。一回下げよう。一回下げて、パス。ベネット。どう？決めうました。わ、すげえ、ベネット！ベネットやばいぞ、こいつはやばいぞ。貴重な人材だ、貴重な人材だ。これはこいつはやばい。こいつはやばい、ベネット。こいつはやばいぞ。あー、頭もみくちゃ、もみくちゃ。うー、びっくりした、今びっくりしたよ。何が起こったかと思ったよ、今。素晴らしい、素晴らしい。ペナルティーからだよ。うわ、これはちょっとすごい。大丈夫か、ぶつかった選手。うわー、うまかったなー。すごいな、ベネット。ベナット。これはちょっと、すごいな。感心してしまった。この選手は重要だ。ベナットってどこの位置にいる、今。一回いいですか、見て。ベナット。あー、66の選手ね。オッケー、覚えた。フォワードじゃないぞ。まあ、攻撃的中盤だな。このフォーメーションいいぞ。このフォーメーションちょっと重要だ。これ、しばらくこのフォーメーションでいいかもしれないな。結構前に攻められてるな。OK。あー、今、くそ。あ、やばい。中にスペースがあります。あー、くそ。ナイス。キーパーにボールが収まります。よし。前。オッケー、オッケー、オッケー。奇襲かけるよ。飲んでいくよ。こ空いのてんじゃシないーンプの？レーは続いています。ポーツマス、おいしそのょ。まま行きます。ほい。なあ、今当たった。これフはキーァパール。ファールじゃーなのくて。攻いやー、撃くそ。の位置で落ち着きたいですね。いやー、ファールって言いたくなるよ、本当に。やっぱ帰ろう。あー、ヘディング弱いのか？ポーツマスも。どれともヘディング弱くて。
オーストリアの代表は随分唯一、結構めちゃくちゃヘディング高いけど。いやー、よっしゃ、よっしゃ、うわ、これはやばい、これはやばい、決めろよ。おいやー、何？ペトルツェフですが、アースタルへの移何籍今が決の？まりました。パール？これまで所今属のしうていわ、た決めなきゃダメなやチェルつ。シーです。決めなきゃダメなやつ分析だでよ。チーそういうムとこだを推進しよ。ますよ。本当に。直していこう冷静ね、さが本当楽にしね。み。1対1。1対1強くなろう。ナイス。戻します。1対1強くなきゃダメ、本当に。ああ、OK、OK、いいでし前半ょう。いや、終了全しま然しいいよ、た。収穫ありだよ、スこれコアは。は2対0。素晴らしいよ。1点リードで素晴らハーフしい。タイムを拍迎手だよ、え皆まさん、す。拍手、拍手。どうなってる？なるほど、なるほど。OK、後半行きましょう。さあ、後半行きましょう。そのままでいいよ。さあ、選手交代です。逆まあ、転帰ってのくトるライよとなりな。ますでしょうか。堀池さん、ヨーロピアン・インターナショナルカップグループステージ第3戦の後半がこれからな、よっしゃな、うまい。プレシーズンのトーナメントに立てるとチームが調子に乗れますからね。いや、当たっちゃった、くっそー。体に当ててさ、あ、初めてじゃないか、コーナー。ポーツマスコーナーキック。いやディフェンスがコースを、いや、今の、なんで今のが決まらないのかな。あんなにフリーだぞ、おい。考えろ、考えろ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ベネット、いやー、ひでえもんだな、オッケー。いやー、ひでえもんだな、やっちまったよ。余計なことしない、余計なこと。出たよ、この審判。審判の手にあー、スミスね、スミスやっちゃった、スミスやっちゃった。だが、バカ野郎。だおお、何今の、何が起こった今、バカ、何が起こった今、ポン上に当たったのか、ポストに。そんな当たり方するか今の。どんだけ強く蹴ったのあいつ。びっくりした。でも助かった、助かった、助かったことには変わりない。ああ、今ファウルじゃないの、怪我してんじゃん。バックパスじゃないの、本当に。うーわ、マジか。なんでこんな左側がそんな下がっちゃうんだ。よし。絶好のチャンス。ここで打つ。おい、決まんねえさ。何？あ、交代。監督が選手交代を指示します。はあ、つらいなこれ。今日はいいところがありませんからね。どうなんだろうな、ヘディングな。微妙だな。なんか強かったら良かったよな。大丈夫。ファール。オッケー、いいところ。これフリーキックの精度のいいやつに切らさなきゃな。誰だろう、フリーキックのいい精度のいいやつって。これ味方が正直未だに分かんないんだけどさ、第2キッカーでキッカー変更だろ。フリーキックの精度どれ？あれか。フリーキックなんちゃらか。ライト、レフト。ああ、このエヴァンズとこいつだ。こいつが一番高い。いやー、強くついた。何やってんの、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 何やってんの。え、俺今シュート打ったよな。何今の。え、何今の。え、俺今シュート打ったよな。あれ、俺ボタン間違えちゃった今。なんか変な感じで打ったな今。え、俺が多分間違えたんだよな、きっとな。くっそ。フリーキックの練習もな、していかなきゃいけないね。これなんかおかしいぞ、みんなして。なんだこれ、何何何何、なんでそんな弱っちょいパスとかシュートとか。危ない危ない、ファウルもらうよ、あんた危ないよ。このタイミングで帰るか。ベナットが一番、ベナットベネット疲れてんだよな。エヴァンズこれは帰るな。バラトゥン帰るか、帰ろうか。まあ、しょうがない。お疲れ様ってことで。前線も変えてみよう。押し込んだとこか。いや、よかったな。君よかったな。スタメン確定だな。ね、
危ない。おっしゃ、うまい。いやー、何をしてんのよ。くそ。オッケー、大丈夫。あ、オフサイドね。はいはい。ここは出し手との呼吸が合いません。フリーマン。あ、バカバカ。いやーやうわこれはやばい、これはやばいぞ。これレッ、あれセーフって言ってるよ。でもうわセーフなんだ。今のがセーフか。レッとでもおかしくないプレーだったけどな今の。あ、見事にすね蹴ったぜ今。いやー大丈夫かい。あ、迷子。あいうことだ。当たってなきゃあんな軌道にならないと思うんだけどな。当たってたらあんな軌道にならないと思うんだけどな。ナイスナイス。おい、行くぞ行くぞ。抜けろ。ナイス。いやー、くそ。形はいいんだよ、形は作れてるよ。おい、前棒。うわー、これは、おー、ナイス。ナイス。ただ、今の抜け出しを許してしまったのはよろしくない。集中しよう。おー、低い、弾道が低い。よっしゃ。チャンス。全力し振り絞って、全力振り絞って、オッケー。ボールを持って中に入る。オッケー、これは完璧だ、オッケー。カメラ。オッケー。誰ですか、途中交代の人。いやー、いいんじゃない。ここ良かったな、タイトから真ん中誰もいなかったね。明日、ナイス、明日、よかった。いや、シュートも良かったね、コントロール打ったんですよ、今。コントロールシュート打ったんだよ。うわ、うまかったな、拍手。これは拍手だね。いや、楽しいな、ポーツマス。なんか楽しいわ、ポーツマス。やってて。うわ、絶対プレミアまで、優勝まで頑張ろう。長いけどね、プレミアまで本当に頑張りましょうね。まずは昇格だよね。まずは、3部リーグに昇格だね。チャップリン頑張れ。チャップリンいいね。ナイス、チャップリン。名前覚えとこうね、しっかりね。チャップリン。あー、今のうまかったけどな。出た。いや、出たって今の。なんでそうなっちゃうのかな。なんだ。パワープレイか。ナイス。打つぞ。いけ。あー、くそ、届かないか。ナイスブロック。よーし、うまい。うまいよ。オッケー。オッケー、オッケー。おい、キーパー反応した。ボールを弾く。いやー、なんで今の。いや、ひどいな今の。ひどいな、いろいろと。何が起こったんだ。ナイスブロック。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。はあ、惜しかったな。完璧、崩しは完璧だったんだけどな。フィニッシュがひどかったな。にしてもまあしょうがない。そういうことある。そういうことだってよくある。中、あ、いやいや、中でも中じゃなくてやっていい。あー、オフサイドー。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。何分、4分ある、結構長いな。なんでこんな長いんだ。ジェイミー・スミス、バートン。スミスフル出場だな、今日。スミス意外とでもスタミナあるイメージか。スタミナのある選手が増えてほしいねー。やら、うーわ、マジか。うわ、今の完璧に崩れたな。いや、後味悪い感じで終わったなー、これ。いくら勝ったとはいえ、後味悪いなー、今のは。何ですか。うわ、うまかったね。これうまかったね。褒めるしかないね、敵を。3点リードしてるから、まだ今は冷静になって褒められてるものの。じゃあ、個人技をここで試してみましょうか。ああ、ダメだね。そんなに良くないな。よっしゃ。いやー、もう1点。
もう1点、もう1点、倒されてもいいよ。倒れている選手がいます。ああ、ちょっと怪我しちゃったよ。残したのでしょうか。ああ、何をしてるの。マイボ。あ、終わったか。 OKOK、 とりあえずは勝利ですね。 OK、 無事に勝ち点3をホームだよね、多分ね、これね。いやー、でもいい、数々のナイスシュートが生まれたね。結構収穫でかいな。ベナットと誰だっけ、チャップリンだ、チャップリンが決めてくれましたね。ベナットよかったな。いや、よかったよかった。素晴らしいゴールですよ。角刈り、角刈りではないけど決まってるね、髪型。坊主してるだけだろうけど、やっぱなんか短い選手が多いよね、ヨーロッパはね。髪型がね、短い選手ってなんて言ったらしい髪型が短い選手が多いな。これ惜しかったな。これで見たいところもあるんですけども、やっぱりで、ね、俺はやっぱりこれで見たいんです。今のミスが多分今のやつなんで、これですね。ゴール、眩しい眩しい。抜け出しうまかったな。一回その中に一回寄せてからのシュートがうまかったね。素晴らしい。ちょっとずつ成長してるな。ちょっとずつ成長してる。さあ、ベナット、これやばかったな。これやばかったわ。うわ、すごいシュート。保存したいぐらいだもんね、これね。完璧だよね、これ。ドルトムントでもなかなかないぐらいのゴールだよ。スーパー、俺の中ではだけど、すごい、もうスーパーの定義が低いかもしれないけど、俺の中ではスーパーゴールだよ。これをしっかり、これ決めなきゃダメだよね。これ決めなきゃダメだよ。いやー。セーブってなんだっけ。あー、セーブだね。これ助かったわ。あとゴール、チャップリンゴール。いやー、センターよく走ったよ、中よく走ったよ。いや、シュートがうまかった。これはね、これはもう1対1をしっかりと沈められたっていうところはもうポイントすごい高い。チャップリン、ナイスチャップリン、ナイスチャップリンじゃないナイスゴール。最後はまあやられてしまいましたが、レーティングとしてはベナットが 8.4 か、チャップリンは、チャップリン 6.8 か、そんな高くないな。まあ走って決めただけだけどもんな。さあ、アジャクシオン、アジャクシオン、アジャクシオが出てたんだっけ。何、はい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 。あー、金少ないな、やっぱりな。少ない少ない、もっとくれなきゃ、もっとくれなきゃ。さあ、準決勝、あそこ入ったのか。 OKOK、 クレルモンとの一戦。なるほど、ちょっと順位表切り替えていい。うわー、ポーズ、あー、アジャクシオに負けたか。なるほどね。あ、向こうも向こうで、まあ大体同じぐらいだね。クレルモが、でも1位通過してるしな、怖いな。なるほどなるほど。クラブはどうなった。ダンディ FC のゴールキーパーは将来怪我に回ってるだろうと。あ、そうなのね。随分と記事が古いな、これは。 OK だけど、ちょっと、めんどくさ、またこれやんなきゃいけないの。前の、そう、前の選手をロードして、これでいいわ。シミュレートしてどんどん上げよう。 OK、 上がった上がった上がった、めっちゃ上がった。 OK で、またこれちょっと変えようね。ベナットとか入れていこう。上がったんじゃないのこれで。ああ、回復、ああ、うわ、きついね。待って、もしかしてさ、めっちゃきつくないこれ。中2日だろ。あ、もうめっちゃ回復してる、すごいな。あれ、誰が今上がった？スミスもなんか1個上がってたな。またこれちょっと変えなきゃダメだね。今日ね、あ、スミスもね。はいはいはい。スタミナ92だもんな、ホーランズ。えぐいな。はい、ということで皆様今回もご視聴ありがとうございました。次回ですね、準決勝。あら。次回準決勝、クレルモン戦行きたいと思います。あ、昇格を期待する。これ 見ようか。予想順位4位とマスコミが 昇格候補として、これうちのあれは出てないのかな。予測みたいのは出てないか。クレルモンのホームかアウェーか。私は
クエルホーの方が優勢と見られてます。だってああそう OK ということで皆さんも今回もご視聴ありがとうございました。Twitter の ID が概要欄に書いてあります。 Twitter で検索してぜひフォローしてみてくださいということで今回もご視聴ありがとうございました。次回の FIFA16 実況でお会いいたしましょう。さよなら。